晴れの国岡山県で。はい。あんま一瞬で分かるもんな。これ全部岡山の話ですか。4問の中でカタカナが一つだけか。よっしゃー。え？でねーい。お疲れ様です。お疲れです。今日はどうしたんだい。山下さんにちょっと抜き打ちテストをしたいなと思いまして。おお、勉強系か。今日は、はい、岡山検定を持ってまいりました。岡山検定。晴れの国岡山検定を商工岡山商工会議所との共催により実施しています。試験問題100問で100点満点中60点以上89点以下を晴れの国博士、90点以上晴れの国の達人に認定します。本当の岡山県民ってことですね。認定者には特典として認定証カードや達人バッジ、ステッカーなどが贈呈されます。すげえ。なるほど。で今回は、はい、過去問から、まあちょっと優しめのやつ。過去問っていう響き。なんか急に学校から出てきた。過去問から、はい。ちょっと優しめのやつを持ってきたので、全20問。20問。用意しました。うん、まあでも結構あるね。全問正解で。あれ？いやもう、買い物行きましょう。古着屋。うわっ！第2弾。早くも。じゃあ、もうこれは満点ってことですか？はい。18点以上とかじゃなくて満点です。全問答えられなかったら来年の岡山検定を進めていただくという。おでもそれはさ、絶対やってった方がいいよね。わかりました、やりましょう。あれ君も頼むで。はい、ほんまに全問正解目指して頑張ります。なんか痩せた？痩せました。ちょっと痩せたよね。はい、よーい、お願いします。うわ、怖っ。ちょっとまあ、じゃあどうしようかな。何年何組にしようかな。15分始まってます。始まってる。いや、このなんかどうしよう。じゃあ4年は組にしよう。あの、僕いろはだったんで、は組の山本正午。はい、やりましょう。倉敷市で国産製品の約7割が生産されており、バッグや油絵のキャンパス、体育館の、マットなどに使われている素材は次のうちどれか。ちょっと待って、読み方が知らんやついきなり出てこう。1番、1問目の1番の答えがマジ何っていう。まあ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 、でもこんなもんは、そういうこと、うん、そうやな。他のもんは、こがなもんをや、舐めないでほしいね。先生、これ番号で答えればいいですか？番号で。わかりました。これ選択権ある。いや、これがまたね、4分の1だからね。ちょっと、いや、倉敷市の鶴方山公園には、この種では日本最大級の樹齢300年を超える老樹があるが、それは次のうちどれか。いいぞ。あちの藤、あちの桜、鶴形山の松、鶴形山のイチョウ。知らんて。鶴形山ってどこ？倉敷ですね。種松山じゃなくて？富士って何？富士の木とかあんの？突き進む。まあ俺も突き進んでいこう。おお。ニコニコ岩って言うんだ。あー、これね。なんかわかる、このわからないのやつめっちゃ俺イライラするの。わかる、試験のやつとかで。もう今なんかそれになってるわ。奇岩や巨岩が点在してるな。次のうちどれか。鬼城山、王子ヶ岳、大平山、吉備高原。吉備公園は違うんじゃん。いやー、もうちょっと分からんわ。日本野球遺産、令和5年に新たな認定を受け、岡山県内では3カ所が認定されているが、認定地として誤っているものは次のうちどれか。急に。まあまあまあ、でもそういうことやな。
かな。まあ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 、岡山県では昔ながらの町並みや風物が色濃く残る地域をふるさと村に指定し、景観の整備は進められ現在も観光資源として活用されている。ふるさと村に認定されている地域は次のうちどれか。下津井、大高下。お、大高下。まあまあまあ、これはもう土地勘で、土地勘でわかりますよ、今度も。道の駅久米の里には市民が一人で完成させた全長7メートルの巨大フィギュアが展示されている。フィギュアのキャラクターは次のうちどれか。ちょっとそれ見せろほしい。見たら見たらわかるか。だからその知ってたらまあ簡単にわかるってことですね、こんな。いやこれでもまあ一人で作るんやろ。鉄人28号って昔のキャラクターですよね、かなり。ロボの、ロボっぽいですね。うわっぽいな。フィギュアで、だってゴジラってフィギュアかな。フィギュアって言うかな。なんか違う解き方してんな俺。ここに並んでるっていうこのちょっとそれを逆手に取って答えるわ。何年何月何日までに、何々を見つけてくださいとお祈りすると、不思議なことにその日までになくしたものが出てくると伝えられ、失恋を応援するパワースポットとも言われている久米南町の神社は次のうちどれか。久米南町ですね。久米南町。これ全部岡山の話ですか。はいです。本当に久米南町すら初めて聞いてるもん。4問の中でカタカナが一つだけか。失恋を応援するパワースポットやからな。失恋を応援する時切り稲荷ってちょっとぽいな。なんかそのそういい意味で縁を一回切ってまた新たに始めようぜみたいなところから、失恋を逆に応援してまた新しい恋に出会おうぜっていうことかな。瀬戸内で取れるニシン科の、あいでも一瞬で分かる、こんなもん一番好きやからな、俺は。これも簡単ですね、大好き俺。岡山弁とその意味の組み合わせとして誤っているのは次のうち取るか。打ち立て、イコール最初、イロン、蝶々、偉い、疲れる、めげる、壊れる、まあまあまあ。これも簡単ですね。もう昔はね、幼稚園にいっぱいいましたから。みっともないよ、今意味する岡山は次のうち。なんか急に簡単になってない？真ん中らへん。ね。見てる、風が悪い、の風と、下がる。これは直人がたまにスタンプで送ってくるから。岡山弁スタンプね。それでちょっと覚えた感じです。岡山弁の欠板づくの意味のは次のうちどれか。え？あと何分ですか？6分です。やべ。思いつまずく署名する。署名する？うなずく。欠板づく。おめえ欠板づ、おめえ欠板づきおるわ。お前欠板づいた？昨日欠板づいた。めっちゃ欠板づいたわ。言ったことねえな。欠板づく。まあでもちょっとその反抗的な、反抗を押す的ななんか意味なんじゃないかな。食べ物のインドカレーっていう言葉は岡山弁では食べ物と異なる意味にもなるが、それは次のうちどれか。そんな言葉はないですけど、岡山でもインドカレーはインドカレーですよ。インドカレー、インドカレー、あんたインドカレー。4番は急ぎなさいよ、もう早せられーの、そっち系なんだよ。かまへんもどうせかまへんとかでしょ、どうせ。まあ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 、そうか。まあちょっとね、言うても関西圏ですからっていうところでこっちにします。メンバーに岡山県出身がいないお笑いコンビは次のうちどれか。1番加賀さん、2番目さん、3番目さん、4番目さん、4番目さん、はい、もうみんな好きです、みんな大好き。 YouTube チャンネルもほぼ登録してます。一瞬でわかります。残り5分です。いけます。岡山のご当地グルメとその主な地域の組み合わせとして誤っているものは次のうちどれか。山下のコンビニ、備前市かきよこ、倉敷市の温玉飯、4番高橋市インディオントマト焼きそば。食べに行った時だって違うくね。何がかきよこ
あ、書き起こ？うん。あとは3番以降聞いたことがないんだよな。倉敷市の温玉飯って初めて聞いたよ。食べに行かなきゃ。ちょっとやばいって。書き起こかな。日野瀬市のイメージがあるんだけどな。ちょっと温玉飯、ちょっと、うん、そうだね、なんか雨落としてきてるなっていう感じがするね。気に入らね。岡山では日本の下に合うマイルの品種が生産されている。栄養価が高く、ゼリーやリキュールなどの加工品としては注目を集めている。野菜は次のうちどれか。聞いたことねえな。文化庁では郷土料理や B 級グルメの対象として地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を100年続く食文化100年フードと名付け継承していることを目指す取り組みを推進している。岡山県内では4県が認定されているが、令和4年度までに認定を受けているご当地グルメは次のうちどれか。令和4年度までってことか。なんか違うけど、天ぷコロッケ、草木菜のかけ飯、卵かけご飯、エビです。まあ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 、堅実に行きましょう。これは赤岩市にある岩上神社。落ちそうで落ちないことから受験生に人気があるよ。次のうちどれか。だるま岩、鎧岩、ゆるぎ岩、不動岩。ちょっとなんか適当やな。これはだるまさんじゃないか。転がってもこう起き上がってくるよみたいなね、そういう意味が、ね、ありますから。瀬戸内中島に深川黒島には干潮時に約800m の砂の道があるわけ。2人で総理と名誉上手と言われてハートに違うことから恋人たちのパースポットと知られるこの道の名称、強いってどれか。黒島っていうか、黒島ハッピネス、黒島マニ、黒島ビーナス、黒島メモリアルロード、黒島ハッピネス、黒島マニ、黒島ビーナス、黒島メモリアル。人魚選手たちの人数と島人数、それから人魚も人数と島続くようとなっている。その特徴として誤っているものが強い時代が。どうだ、インディゴブルーユーの素材でいいや。白線がホスノーにしたデザインになっている。西洋デザインのマンホールがある。図的やカーテンなどが電車になった人魚の素材がある。はい、勝手にそんなことをしてはダメですね。夏焼けの総本山として知られている小島の湯河神社、本宮にある大鳥居はある焼き物で作られている。それは次のうちどれか。むずいって。でもさすがによ。いや、やべ、あと50秒。大原焼きってなんだ。3、2、1。うるや。終わりました。これ簡単な方？簡単な方なんです。もっと出てくるってことか。いやー、まあまあ言うたらそれだけ歴史があるっていうことなんでしょうね。では、はい、第1問目、はい、答えは、はい、3番、ハンプです。どうなったの？どうなったの？だってそうなんですよ、あのマットってデニムじゃないけど、なんかさ、やりそうじゃん、名物そう高校とかにやりそうじゃん、なんかこれ実はこのマットデニムなんですよ、うん、ニュースでやってそうだよ、夕方のさ。ということで、はい、古着なしなし、来年の受験が決定しました。2人目、はい、答えが1番、あっちの富士です。うん、だよな。あっつぁ、あっつぁ、うん、外れたわ。これはあの、あっち神社、美観地区の中にあるあっち神社の中にある富士で、樹齢300年から500年って言われて、すごっ、岡山の天然記念物と。わあ、そういうの知らんといけんや、ほんま。続いて第3問、はい、2番の王子ヶ岳です。イエーイ。くそ。第4問、はい、1番の立中松山城展望台です。そうなんや。和集山は、和集山スカイラインも両方ってこと？全部登録はされてなくて。なるほどね、完全に引っ掛けかと思っちゃった。何番って書いた？3番。あ、俺も一緒。立中松山城はあの雲海で有名なお城で、あの雲の上ってこと？そうです。やっぱりなんでこっから正解であれば古着 OK で、よっしゃ。5問目が、はい、
2番の、はい、大高下地区。はい、誰です知らんもん、その大高下地区を。本当に大高下ふるさと村津山だ。へえ。いや、もうその合唱作りみたいな、そういう、なんかそんなちゃんとすごいよこれ。もういわゆるジブリ。本当だ、すげえ。あー、すごいな。行きたい、ね、間違えたとこ全部行こう。しばらく企画に困んないぐらい間違えてる。よし、はい、行きまして、はい、はい、これ当てたいな。うん、なんて書いてますか。あ、まあ、私はもう鉄人28です。俺も鉄人って書いて。正解はガンダムかい。てか、めっちゃさ、めっちゃ新しいやん。めちゃくちゃ綺麗。ほんまや。え、これ一人でやったんですか。すごいね。誰誰が、ちょっとその、違う、間違えるのは想像しちゃったけどさ、うん、こんなにひどいと引くね。はい、どんどんいきましょう。7問目。はい、4番の栃木。よっしゃなんかその意味的なのはないですか。止まった時を動かす神社っていうふうに言われてて、はあ、でまあ、問題にもあるように何年何月何日までに見つけてくださいっていうお願いすると、うん、まあ、その日まで出てくるっていうふうに言われている神社で、うん、他の県内はもちろんなんですけど、全国でもそういう神社は珍しいっていうふうに言われています。あ、じゃあ過去になくした財布とか出てくるかもしれないな。とっきりさんに言いに行くと。行こう。物なくしたら行こう。はい、8問目は簡単です。ね、3番です。はい、こちらママカリです。はい。ママカリもな、美味しいの食べたいな。めっちゃ好きやからな。ママカリの由来とかって知ってますか？あれじゃない？その、まんま、まんま系じゃない？まんま。その、ご飯。まんまで、借りを、その、まあ、借りてたのよ、その、ご飯誰に言って、まあ、その、自治体の自治体漁業組合のボスに、その、まんまを借りるときに、その、ご飯くださいって言って、そしたら、その、自治体の総長みたいな人が、その、魚を乗っけて、その、まま借りを乗っけて、その、ご飯を丼にしてくれたの。で、そっから、その、あの、ママカリの、その、まんま借りたやつっていうので、こう、ママカリになって、それが広がっていって、こう、ママカリになりましたよっていうことです。はい。なんか、隣の家から、ママ、ご飯を借りてくるほどに、美味しいっていうことで。ああ、そういうこと。あ、なに、あ、ちょ、この、これおかずにしたら、もう米が進んで、しゃあないわ、みたいなので、隣で、ああ、まあまあ、変に、近いところに行ってしまってごめんなさい。はい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 、合ってます、合ってます。何した？え、売った手は一番最初に分かるよ。だってえ、これ持ってないし。あ、そう、あ、初めて聞いて。え、習字はやったことでしょ、皇室とか。うん、売った手から入らん最初。売ったて。イラはだって幼虫がある。イラってイモムシ。そうそうそう。よな、あの、刺されたら腫れちゃう。キムシです。そうそう。ね。蝶々じゃないや。蝶々の赤ちゃんだと思ってた。10問。はい。2番の風が。風が悪いな。俺はもう直ったスタンプで送ってくる。風が悪いな、風が悪いな、おめぇ。金城さん、何問正解ですか。あ、でも意外と5問あってます。5問、どうだろう。あ、現在ですか。はい、5問です。おーい、ビーム、最初に。そうですね、最初にね、デコピン。11問。はい、2番のつまずくが正解です。いや、変にちょっと考えすぎたかも、これ。何した？思いつく。わー、俺、あの、署名するにしちゃった。パンっていうのでさ、あの、ハンコのハンかなと思って、うん、まあ最初に普通に思ったのはつまずく、うん、もちろん。でもちょっと変に勘ぐって、ちょっと変えちゃったな。
じゃあ本当合ってたね。じゃあ実質実質正解や。続いて、はい、12問目インドカレーね。2番のカエル。はいはい、はい、これはもうイネと一緒ですよ、大阪弁のね。13番、はい、4番のレインボーさん、はい、はい、大好き。レインボーさんも大好きだし、みんなも好き。いやー、はい、では3番おが正解です。はい、え、どういうこと。あ、3番が、ま、間違ってるってことです。聞いたことないもんな、オンタムにしたか。嬉しそうやけど、普通に。で、3番が、本当は玉野市が正解。玉野市がオンタム飯が有名です。知らねえ。ちょっとオンタム飯、ちょっとはめ落としてきてんなっていう感じがするね。聞いたことないもんな、オンタム飯とか。全言撤回でお願いします。が、はい、1番パクチー。あー、パクチーか。パクチーそんなに食べる機会ないからね。うん、知らんかったな。16問目、はい、2番のクニラのかけ飯が正解。エビ飯は？は入ってないですね。入ってない？はい、岡山県で今クニラのかけ飯と蒜山焼きそばとひなせのかきおこ、備中鴨方の手延べ麺と津山の牛肉料理が5つが登録。干し肉だ、はい、なるほどね。悔しい。17問目、はい、3番のゆるぎがゆるぎじゃダメでしょう。受験生がなんとかかんとかみたいな、まずいです。18問目、はい、3番の広島ビーナスロー。しゃー、はい、これはね、ちょっとなんか語呂がいいんだよ。そうそうそう、目がいいし、行きましょう。はい、19問目、はい、2番がそう、これはね、間違えた。間違えた。え？いやだってさ、ファスナーイメージしてハセンとかしたらダメっしょ。だって勝手に道路1か2だなってずっと思っとって、いやどっちなんやろで、結果1位を選んで。うわー、ということであれよ、その交差点の前にさ、止まれるさ、この右側帯あるところさ、この交差点だったらこっちとこっちにさ、こうやって一番一番いいところになるよ。いやなんかそういう特別なとこがあるのかなって、ある程度のためだけの。ダメだよ。ラスト、いや、これ当てたいな。3番の備前焼きが正解です。え、あった。備前焼きで作れる鳥居なんて、こうやってやったんかな。合計で、なおくんから10点です。山下さん、はい、僕が獲得した点数は過去画数でバレた。10点でーす。10点でーす。はーい。一緒じゃねえかよ。いやでもちょっとこれ悔しいんで、マジでちょっとやりましょう。来年試験受けますか。受けます。受けますか。受けましょう。どうやって勉強すればいいんだ。書店に参考書を売っています。あ、そうなんですか。ちょっと引き続き岡山のことまだまだ知らないな、うん、僕が深いですね。はい、晴れの国岡山県で引き続き頑張って勉強したいと思います。ありがとうございました。悔しい。